よし、では引いていくか。こんばんはです、いらっしゃいのビシェってね。今回普通に単発で弾きます。うん、単発でちょこちょこちょこって出ます。出ます、行きますか。初見です、いらっしゃいのビシェってね。まあ、とにかくちょっと予備符回すわ。最初の10連で、あー残りどうし、それはラッキーじゃん、八つ当たりか。なんか最近ね、単発の方が気持ちいいから単発で回していきたいって思う。一瞬ちょっとびっくりしたじゃん、ランサーで。あーびっくりしたじゃん。チャンネル登録ありがとうございます。なんか俺ね、今回もらった予備符全然美味しくないんだよな。声だけ後取りの芝居の腕前をやろうと思えばできるよ、やろうと思えばできるけど、めんどくさいからやらない。こういう結果、おっさん霊装はぶっちゃけ今はまだ楽だわ。霊装のレベリングできるから。おお、紀元弾、紀元弾ではないですか。じゃあ普通に、まあとにかくちょっと気持ち単発でガチャガチャガチャってやっていきます。紀元弾が来るとはびっくりしたね。80連か、それはきついね。おじさん、とある動画が当たるの分かってんの、え、金マジでそれは確かに嫌だな。出ません。というかね、ぶっちゃけあれなんだよね、はあの0時11分にはね10連ちょっと回したいんだよね。ヘコおじさん、そうランサーだっていうのを期待させてからのヘコおじさんだからな。あー石の量ね、じゃあここのところちょっと待ってくださいね、消しますね。はい、そうロード長いとね緊張する、え来るんじゃないのかっていう気持ちがねあるよね。えそのロード長、ええっ、まさかがいい、やべえ聴覚ついてる。60K はやばいな。ちょっと太刀中当てた、いいな、太刀中が欲しいんだよな。もう固まっても俺何も思わないわ。いや嬉しいんだけど、お前じゃないっていう、あテラーだ。あー怖い怖い、あー怖い、トイレ行ってくるか。お願いランサーお願いランサーカモンカムヒア、よっしー、ブラボー、サンキュー。答えよう。私はあなたのサーバント、ランサー、最果ての槍を持ってあなたの力となるものです。サンキュー、やったこれがアト教教祖の力ですよ。ふふふ、え、けど実際言うんだけど、あれなんだよな、あの禁演出でぶっちゃけ槍と王のオルタが来るの方な気がしてたね。40回いってらっしゃい、よーし行こうぜ。低評価は知らない。いやー
教祖教、いや禁煙室でさ俺びっくりしたんで、そのあおめありです、その禁煙室ってさ、そのあるじゃん、どちらかっていうと星4系の方が多いんだよね。それで星5来るっていうのは割とびっくりドンキしてた。星5、槍はね2体目だね。確かね3日か4日前ぐらいに単発でカルナさんが来たから2体目けど、アルトリアは欲しかったからね低評価増えてんの、俺も見に行こう。この俺も見に行こうっていうのもおかしいよな。どこだろう。低評価を単発で。ロリコンとかじゃないね、そういうのじゃないから、そういうのじゃないから、低評価は愛だから。あ、ブラボー、センキュー。ランサー・アルトリア、召喚に応じ参上した。我が相場が雷雲を飲むように、我が槍はあらゆる城壁を打ち破る。あなたの道行きを阻むように、すべてを打ち砕こう。チャンネル登録ありがとうございます。Thank you! あ、ガチャ終わります。いや、俺は、うん、終わります。終わります。ガチャはここで終わり、俺もうここでピックアップするサーバントもう全部持ってるんで、ここで今回終わります。以上。まだ眠っていた、これを交換しましょうか。アナちゃんかキャスギルだけど、いや、やっぱ俺はね、まあ、落ちます。お疲れ様です。やっぱ俺は、やっぱりね、やっぱり俺は自分の心を貫きたいと思うよ。やっぱり俺はこいつを使いたいよ。うん、以上。ゆい、あー、やっちゃったやっちゃったー。まだ見ていくかい。やーべー、メディアリリーさんはもう持ってるよ。単発引いてたら、お、よかったね。おめでとう。もしこの放送で当たった方がいるのであれば、星5とか星4。あと今日、あ、アナちゃんどこ？ランサーのクラスで限界しました。新名メドゥーサ、よろしくお願いします。かわいい、かわいいわ本当に。いやー、かわいい、いいね。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。